16セグメントディスプレイの個々のセグメント。典型的な16セグメントディスプレイ上の ISO 基本ラテンアルファベットのアラビア数字と文字。16セグメントディスプレイはグラフィックパターンを生成するためにオン、またはオフにできる16セグメントに基づくディスプレイの一種である。これは一般的な7セグメントディスプレイの拡張版であり、4つの 対角セグメントと2つの垂直セグメントを追加して3つの水平セグメントを半分に分割されている。介護間には上部または下部の水平セグメントを分割しない14セグメントディスプレイがあり、上位互換にはディセンダー付きの小文字を使用できる17セグメントディスプレイがある。通常は7ビットの ASCII 文字コードを16。 セグメントの、各セグメントの ON、オフに変換する、論理回路と組み合わせて使用される。16セグメントディスプレイでカタカナを表示するときの、表示例16セグメントディスプレイは、もともとは A 数字を表示するために設計されていたが、その後、タイ語の数字と、ペルシア文字を表示するために使用され、日本語のカタカナを表示するために使用された。このパターンを使用した。 批判動体表示装置は、早くも1902年に存在していた。安価なドットマトリックスディスプレイが登場する前は、16セグメントディスプレイと14セグメントディスプレイは、プログラム電卓や、その他の組み込みシステムで英数字を生成するために、利用できる数少ない部品の一つだった。時には、ビデオデッキ、カーステレオ、電子レンジ、電話機のナンバーディスプレイ、 スロットマシンの表示装置にも使用された。16セグメントディスプレイの仕組みとして、一般的なものには発光ダイオード、液晶ディスプレイ、蛍光表示管の3種類がある。セグメントディスプレイは、通常、単体、または、複数個組の文字パッケージで製造され、必要に応じて、アプリケーションに適した、長さのテキスト行ディスプレイに組み立てられる。 それらを積み重ねて複数行のディスプレイを構築することもできる。セブンセグメントや14セグメントディスプレイと同様に小数点及び、またはコンマは追加のセグメント、またはセグメントのペアとして存在する場合がある。コンマは通常小数点を密接に接続された左下向きの円弧状のセグメントと組み合わせることによって形成されます。 このように、ポイント、または、コンマは、それ自体で、位置全体を占めるのではなく、文字位置の間に表示できます。これは、中央下の垂直セグメントをポイントとして使用し、左下の対角セグメントをコンマとして使用する、場合です。このような表示は、ドットマトリックスディスプレイパネルが広く使用される前は、スコアや、その他の情報を表示するためのピンボールマシンでは、 非常に一般的だった。ビートマナーイアイドックスアーケードマシーンの16、セグメントディスプレイ。7、9、14、16を並べて表示。一番右が16、セグメントディスプレイ。ありがとうございます。